びっくりした。久しぶりっすね。今日は本田君の腕を見に行ったんじゃないんですよ、はい、突如ねえねるちゃんの夢だ、まあ、その真相を聞き出そうか。なかったんですけど、ね、聞くまで帰らないですよ。もうご機嫌並べです僕は。お疲れ様です。こんにちは。びっくりした。久しぶりっすね。全然知らなかった。だって何も言わなかったもんね。それが俺の仕事ですよ、これだけ。パトロールですよ、パトロール。もう相変わらず綺麗にやってますね。じゃあ見せてまいりましょうか、本田君の技を。ね、長いですもんね、うち。うち長い。何年？こっち。こっち。さてだ。安いしとる。安井もちょっと出したてな、はい、ちょ YouTube でキャラ安井さん絶対見よの後ろ行くもん。お前やる気ないんだったらもうお前一緒に連れてかんぞ、はい、なあ、はい、やる気ないなら連れてかんぞな。大丈夫っす。大丈夫、どっちも連れてかんで大丈夫ってことだ。いや、あの、やる気あります。自分が前に出てきたいのか、はい、余計なお世話なのどっちなの。いや、出ていきます。余計なお世話だったら別にお前ないよ。いや、大丈夫っす。ボケーっとしないと別に飛んでいいぞ。まあ、そのつもりじゃないですよ。でもだけ職人も営業も YouTube もみんな本気でやっとんだね。でもだけでサビ止め、これ SK マイルド放送2駅切って2駅1駅じゃない。いいの使ってません。いいのよな。はい、やっぱり1駅と2駅はどっちがいいですか。2駅の方がどこですか。やっぱり強い、うん、めちゃくちゃ強い。1液は自然乾燥です、うん、2液は2液は化学反応ですで固まるんですね。あ、そうそうそう、固まりやすいでしょ、2液に固まりやすい。そうだよね、うん、タオルまで巻いてめちゃくちゃやる気満々で見た目はやる気満々で来てますから。ただどうしたらいいか分からんと思う。あ、そう、立ち位置が分からん。立ち位置なんか自分で作るよ、ね。いきなり来られたら本田君たちの立ち位置見るかわからないでしょ。一応の被害者ですか。全然あの社長がどこ見るんですか。今草ですね。あ、下なのか。じゃあちょうどいいです。サビなのか。あ、水切り、水切りサビ乗っとんな。入れてますよ。本当あれでしょ、今日カメラが来たもんね。いや、そんなことじゃないですよ。安井が3年4年塗装の職人やっとったって言ってるもんね、うん、ちょっとやらしてくれないですか。あ、これですか。うん、すいません、うん、ちょっと使用しちゃってください。どう使えそうなのか。いくらです。人気いくら出すか。本田君なら人気いくら出すか。日当1万円もらわないと。日当1万円。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。何人だ。いや、現場確認。新しい職人さん入ったら見に来てくれたんですよ。今これあの本田君が日当いくら出すかあの審査して、もう値段出た。もう値段出た。値段出たっすね。今のところ9000円。お前もうしかも上つけちゃってるやん。いや、私も思った。そんなつけていいのかな。壁まだいい。まあまああれか。すいません。僕いや、ちょっと思ったんですけど、本当はつけたくないんですけど、ついたもんで仕方ないんで。ハケがいたざしなんで。ちょっと教えてください。教育してください。もうちょっとネタつけたらもっと。あ、はい。は、う、い、ん。あ、もっとネタをつけるな。はい。で、こういうのが多分本田君は気になるんだって。多分ね。多分そういうことでしょう。本田君ちょっと見せてくださいじゃあ。うん。こういうとこはちゃんと引っ張るから。何よりも早いですね。綺麗で。全然違う。全然違う。無駄がない。こぼさんしな。僕は昔こんなんやったんですけど。そうつけるもんね。あ、じゃあちょっともう一回。時間大丈夫ですか。大丈夫。ちょっともう一回行ってみよう。え？いや。ちょっと入らないっすけど。じゃあ向こうやる。ちょっとお腹がね。よし、うまいな。
どうですか、本当に。もっとさーっといったのに。さーっとそうか。遅い。おやっぱりゆっくりやるとダメなんですか。もうそこでハケのあれが出ちゃうもん。あ、ゆっくりやると。うん、スーッといったのに。スッと。はあ。夏やったら特にですね。これでなんかずっと他から見るともう分かるですね、斜めになってるところから斜めに履けるこれで言うと嫌われる職人営業はね細けえなあ、これは本田君のやつ確かに手先が早いもう絶対こぼさないんやっていう自信があるんで養生なしいきますからねここで気持ちが僕は負けてますね良くないと苦味そういいよっすよ今日は本田君の腕を見に行きたいんじゃないんですよ、はい、一回抜けとった時期あるじゃないですか、はい、まあ通称やめた視聴者の人にちょっと簡単に説明すると、あの、はい、まあ、うちの仕事を何年やってたんですか、あの当時。7年ぐらいやっとったのに、突如、辞めるって言うんで、辞めた。まあ、その真相を聞き出そうか。何かその気持ち分かる。分かります。多分割に合わなかったんじゃないですか。お前の予想。割に合わなかった。あとは、プランナーさんと意見が合わない、段取りが合わない、うん、ですかね。なかったんですけど、ね、ないでしょじゃあ多分厳しすぎたんで厳しすぎたんでもっと緩いところの仕事行ったやと思いますいやそれはないでしょあるそれはない臨海道場からちょっともうコンディーはみたいな感じないでしょ、うん、自分からちょっと抜けさしきれてたでしょそれはあるでしょ何かないとね7年もやってて急に抜けるなそれはもうカメラも回ってるしこの4人も集まってるんでもう逃げれんよそれで通そうと思ったらそれ YouTube 19万フォロワーなめてくださいよ昔の1万フォロワーぐらいの時だったらああそうですかって言ってたけどどうや通るかいやちょっと腹の内に秘めたものが聞きたいですそれどうなんですかねじゃあ質問変えますわそのやっぱ7、8年おったら抜けるときそんなもないけどとりあえず明日から来ないわ言えないでしょそうですねなんて言って抜けたんですかあと2、3件やったあそれなんでって聞かれなかったんですかあと2、3件やったらちょっともう抜けるわわ、うん、かりましたって言ったんですか相手は言ったいや絶対言わんでしょそんないや、ね、言わんでしょ長年やってくださってる方がないでしょなんでって絶対聞かれてる聞くまで帰らんすよまあとりあえずは聞くまで待とうかな俺は仕事入ったんだよそからおやすみもうご機嫌ならです僕はもう一回戻ってこうかなと思ってたんですよ最初仕事終わるかあ塗り替えあちょっと暇だったな塗り替え途中はぶっちゃけ、うん、コロナの時期やったんちゃうんですかもしかして2年前、うん、コロナ始まったんですかあウィズコロナあそんな最近、うん、いいですコロナの前だよね。コロナの時です。あ、コロナの時ですか。あ、暇だったんだ。そういうことですか。で、本田君もちょっと飽き飽きだったんですか。相手はなかった。相手はなかったもんな。なんかあるんですね。相手はなかった。そういう形容詞なもんで、これね、間接容詞みたいな。しかし。めっちゃ詰めるやつ。しかし。が入ってるってことですよね。しかし。もう仕事が入った。ああ、もう結構、うん、あ結構忙しい仕事も入ったもんね。あなたちょっとそっちの方が忙しそうだなみたいな、まあ、一回ちょっと抜けさせてもらおうかなみたいなこれをまあ抜けてでまた何で戻ってもいいやと思ったんですかそうまた気が合わんかっああそういうことかあもうちょっとそこも私もよかったそこもなんでそこも金額が合わんかったそこもかなのだよな塗り替え道場もだよなもってことはねもが出ましたもが見逃さないもう見逃さないそういうことで、まあ、まず一つは、まあ、だから人間的にはどうというよりもちょっと金額が厳しいかなと、まあ、もうプロでやっとるし、まあ、それはそうだよねそれだけプライド持ってやって1分1秒でも削ってやって、まあ、それはそうだよね、まあ、そういうことか、まあ、まずは金額かついに出ました、まあ、まずは一つは出ましたこうやって俺聞き出してるからね
あれ戻ってきたきっかけは何だったんですか。ちょうどその時もずっと分かる。ああ、辞めた営業マンだな、うん、あ、そうか、あれが戻ってきてほしいって。あ、本田君と結構マンツーでね、いいコンビだったわけよ、うん、だからそこがいい感じのやつが戻ってきてほしいと確か言っとったね。確か俺に許可を取りに来たの、うん、あの一回抜けた本田さんですけど、戻しちゃってもいいですかって。それはもう自由にしちゃってお前らの勝手だもんねって。確か俺は言った覚えがあるわ。なんでそっから来たわけですか、うん、あ、なるほどな。それで戻ったんだ。そうです。もう本人はいないね今。まあ本人はいないけど戻したあれでって、あれあれで本人はやめにしちゃったよね。まあじゃあ真相はまだまだ闇に深いな。これ20% ぐらいしかいない。もう時間もいいとこだろう。はい。一個聞きたいことあるんですか。何？そう、辞めて戻ってきた時に何が変わってたとか。ここが良くなってた、ここが悪くなってたとか。ああ、なるほど。それ聞きたいです、僕的。単価とか以前揉めたじゃないですか。揉めたっていうか、あの単価の打ち合わせとか段取りの打ち合わせとか、うん、あの職人会議、職長会議やってた中で戻ってきた本田さんは何か感じたんかなとか。1年間空いた中で帰ってきて、あ、1年間でこの会社がどう変わっとったかなみたいな、うん、YouTube やっとった、辞めていくというか、うちの会社がまだ俺、もうやっとった。うん、他には何か変わったこととか。なかなか喋れません。口が軽いな、こいつ。アルコールないですね。すぐ喋っちゃいさ、映画とかでなんか注射打ったらゼロベーって喋っちゃいさじゃん。あれ打たないか、マジで。脅迫剤っていうか、なんか白状剤みたいなさじゃん。注射とか打つとなんか全部喋っちゃうやつ。もう喋りたくなくても喋っちゃう。そうそう、ボートとかなんか007とかプシュッと注射打ったら全部喋っちゃうやつやん。じゃあ、あれ見たらか。なかなか喋ってくれない。まあ職人さんってこういうだよな。口硬いし、いやもう昔硬いなもんね。逆にいいとこってあるんですか。メルカリ道場のいいとこ。いいとこ。うん。メルカリ道場こういうとこはいいなって。うん。皆さん。皆さんいい。何があるんだって。皆さん顔がとか。顔がいいで選ぶのか。親切とか。人として性格。人として。あ、人間としてみんないいよって。悪いところは。悪いところない。すごい上手です。うまいですね。もうちょ注射持ってこい。注射持ってこい。まあちょっとじゃあ本田君からまあいろいろ本音聞き出せなんじゃないでしょうか。ちょっとだけね。まあこれ第2回第3回ありますよこれ。まあ、もう大幅に営業に遅れそうだわって言っておいてください。これ認めなかなか進まんわって。まあでもこういうやっぱり塗装職人さんと足場職人さんってやっぱ雰囲気が違うんでね。寡黙だからさ。ちょっとまあやっぱ黙黙とやるタイプの人なので、ぜひまた応援の方よろしくお願いします。はい。ちょっとまた安井もね、これちょこちょこ今から YouTube に出て。はい、まあ、一生懸命また一からやりなし、ちょっと俺の教育受け取るのは今、再教育受け取るもんで、ね、安井さんがね、またそれを動画にしますんで、ちょっと教育中なんで、はい、ぜひそう、あと19万人、あと1万人、ポチッと押すだけ赤いとこね、結構うち年代が30、40だから、みんな G メールがないとか、ですぐ5秒ぐらいで作れるから、チャンネル登録かなんかボタンを押したら、登録できませんってなって、なんかそれ G メールかなんかアカウント作りますかって、ピッピッピッって作って、もう登録するだけで、そしたらね、アカウント作るとあの履歴とかもすごいいい風になってくるんだもん。その登録しとるとそのうちのライブとかも通知が行ったりとか、いろんなことがお得なこともいっぱいあるんで、一社特にね再生数がめちゃくちゃ多いんだけど、登録してない見とるっていう人が本当にすごい比率が高いから、登録で別にお金もらえるわけじゃないけど、あのいろんなことができると思うので、ぜひ登録の方よろしくお願いします。お願いします。はい、あの足場の材の買い取りやってます、はい、あの全国行ってます。まあ、まあ、そんなに今トーク来てないけど、まあ、トークも買いに行きますんで、ぜひ登録と実習生、外国人実習生、あと特定技能とかいろいろもう働いてくれる、勉強しに来てくれる人たちの制度もすごいレベルが上がってますんで、ぜひそちらの方も相談窓口設けてますんで、はい、登録お願いします。お願いします。お願いします。せーの、また見てねー。すいません。